ライフスタイルを美しく豊かなものにする上質で価値あるインテリアとデザインの世界へようこそ。ワールドインテリアエクスプレス。サルバトーリ。1946年の創業以来、イタリア産の大理石をはじめとする最高品質の天然石を床材や壁材に加工するプロダクトに加え、バスルームプロダクトやテーブル、照明といった家具も手掛け、石材のインテリアプロダクトにおける先駆者的なブランドとして名声を確立してきました。ミラノ市内にあるショールームには、まるで芸術家が作り上げた大理石製の彫刻作品のような気品のある佇まいのプロダクトの数々が並び、まるで時の流れが止まってしまったかのような静謐な空間が広がっています。Io credo che alla base ci sia il senso di, come si dice in inglese, di legacy, tipico delle aziende familiari, dove si fanno le cose non con un obiettivo a breve termine, ma con un obiettivo a lungo termine. E quindi tutto quello che fai, poi come per magia, produce dei risultati che sono diversi e si percepiscono, il mercato li percepisce come diversi rispetto a chi persegue dei risultati a breve termine. E questo crea appunto una sorta di magia che non vai cercando, ma apparentemente traspare all'esterno, e è quello che poi il mercato, o quantomeno una parte del mercato, apprezza nel marchio Salvatori. 創業から70年以上をかけて積み重ねてきた石材加工の技術と経験を誇りとするサルバトーリのプロダクト。こちらのショールームで見られる洗面ボールとウォールのスタイリングの数々には、そのエッセンスが色濃く感じられます。こちらの洗面ボールプントは、北米のトロントとニューヨークを拠点に活動するデザインスタジオヤブ・プッシェルバーグによるデザイン。力強さを感じさせる幾何学的なスクエアのフォルムが、丸みを帯びたミラーとの組み合わせによって強い存在感を放っています。こちらのウォールはインフィニート。石材の表面に刻み込まれた平行線が永遠に続いていくようなシームレスでシンプルなデザインで、自然の風合いをそのまま生かしながらも洗練されたモダンなニュアンスが生み出されています。同じように洗面ボールプントとスタイリングされているウォールのホーンドは、天然の大理石のさまざまな色合いや模様の美しさをそのまま磨き上げるようにして仕上げた、クラシックかつスタンダードなスタイルのプロダクトです。このようなプロダクトのクオリティを支えているのは、石材そのもののクオリティの高さです。サルバトーリが本社と生産施設を構えるイタリア・トスカーナ州カッラーラの採石場では、古代ローマ時代にまで遡るという高品質の大理石の採石が現在でも行われています。La pietra naturale è un qualcosa che, se tu pensi, guardi in Egitto le piramidi, è una cosa che tu tagli da una parte, da un pezzo di roccia, e lo sposti in un altro posto. Però dopo 6.000 anni è sempre lì, e una persona può arrivare a cambiare la pietra perché ha voglia di cambiarla, ma non ci sarebbe mai più bisogno di cambiare la pietra. Tu guarda i templi, guarda qualsiasi monumento, il Colosseo è lì da tantissimo tempo, per cui in realtà da quel punto di vista credo che la pietra sia effettivamente un materiale che ha una sua ragione d'essere, una sua sostenibilità. 人類の歴史よりもはるかに長いという歳月をかけて生成される大理石を、人工ダイヤモンド製のワイヤーと水を使ってブロック状に切り出し、数十トンに及ぶ重さの塊を何十キロと離れた作業場に運んで加工する、途方もない労力を必要とする大理石のプロダクト。代々にわたって大理石の石切り職人や加工職人として生きてきたというカッラーラの人々の唯一無二の技術と知識が、サルバトーリの卓越したプロダクトのクオリティを支えているのです。
こちらの洗面ボールアニマはプントと同じヤブプッシェルバーグのデザインながら、滑らかな曲線で構成される優しくしなやかなフォルムで、静けさや安心感を表現したようなプロダクトです。代わってこちらのウォール CNC は、イタリア人デザイナーのピエロ・リッソーニがサルバトーリの石材加工場を見学した時に、機械での精密な切り出し作業の様子からインスピレーションを得たというデザインのプロダクト。不均一に刻まれた溝が独特の質感と絶妙な陰影を作り出しています。こちらのウォールのリートベルでは、サルバトーリが独自に開発した世界で初めての大理石のリサイクルプロダクト。切り出しや加工の際に生じる廃棄材を再利用し、異なるサイズや色合い、模様の大理石の組み合わせにより、唯一無二のニュアンスを持つボールを作り出しました。大理石の再利用という先駆的な試みと、プロダクトとしてのオリジナリティから、2014年にコンパソドーロ賞を受賞したプロダクトです。Cerchiamo di fare cose che non inseguono la moda del momento, ma che siano dei prodotti senza tempo, dei prodotti timeless, che quindi vengano fatti per restare. Quello è il vero obiettivo. E per far questo, innanzitutto c'è una scelta dei designer con cui ci piace collaborare, che siano innanzitutto persone che abbiano una grande sensibilità nel lavorare con materiali naturali, perché non è da tutti riuscire a lavorare con i materiali naturali, devi avere una certa sensibilità e un certo amore per il materiale naturale. 大理石をはじめとする天然石という素材への強いこだわりを感じさせるサルバトーリが、近年緊密なコラボレーションを展開して大きな注目を集めているのは、ミラノを拠点に活躍するイタリア人デザイナーのエリザ・オッシノです。彼女がデザインしたこちらの洗面ボールバルネアは、バスルームをリラックスとシンプルさ、快適さと合理性という要素を感じさせる空間にしたいと考察し、デザインを生み出したというもの。こちらのようなスタンダードな洗面ボールから、カウンタートップの埋め込みタイプ、あるいはフリースタンディングタイプのものなど、幅広いコレクションとなっていますが、そのいずれもエレガントかつ柔らかなフォルムで、天然石の自然な風合いがしっかりと感じられるデザインとなっています。そしてこちらのスパゲッティは、イタリアらしさをそのまま伝えるような名前のユニークさに反して、大理石の自然の表情を全く損なわないように、極めて正確で厳格なラインをサルバトーリの誇る高度な職人技で作り上げているという革新的なプロダクト。この印象的なデザインは、蛇口のハンドルやカウンターにも応用することができ、デザイナーの創造性とブランドの高い技術力が感じられるものとなっています。このように洗面ボールやウォールといったプロダクトに、ブランドとしてのアイデンティティが強く表現されているサルバトーリですが、大理石やその他の天然石の魅力を表現した個性的なデザインのプロダクトも見られます。こちらはミラノにデザインスタジオを構えるスペイン人デザイナー、デビッド・ロペス・キンコセスによるシーロ。大理石製のランプシェードが内側から照らし出される光を受けて美しい模様を見せるエレガントなペンダントライトです。Lavorare con la pietra per me è sempre una grande soddisfazione, perché tu lavori fino a un certo punto, ma la pietra è quella che alla fine parla, per cui non dipende tanto da te, dipende del blocco che hanno scelto, dipende delle venature che non sono sotto il tuo controllo, è una cosa naturale, per cui tu in questo modo semplicemente definisci un perimetro, definisci una forma, definisci una sagoma, ma l'ultima parola ce l'ha il materiale in sé. Penso che questa sia una delle cose più belle di lavorare con la pietra.
こちらのカラフルでユニークなウォールミラーネイバーズとテーブルミラーフレンズはアメリカ人デザイナーのステファン・バークスによるデザイン。アフリカ系アメリカ人というデザイナー自身のルーツを天然石の自然の色合いの組み合わせと伝統的なデザインにより表現したというアーティスティックなプロダクトです。そしてサルバトーリの新たな挑戦といえるプロダクトが国際的に活躍する日本人建築家でありデザイナーである隈研吾とのコラボレーションによるモジュール式家具ユニット格子です。洗面台やミラーを組み込んだバスルームユニットが基本となりますが、コーヒーテーブルや収納ユニットとしても構成することができ、家具としての無限の可能性と天然石と無垢材のコンビネーションという飽くなき革新性の追求を表現したプロダクトなのです。C'è una continua evoluzione ogni giorno, ma stando fedeli a quelli che sono i fondamentali. Fondamentali per noi sono appunto la passione per quello che facciamo, la passione per le persone che lavorano nella nostra azienda e la curiosità. Mio padre ha 85 anni, tuttora viene in azienda facendo delle prove assurde a casa da solo, si mette lì, colora, poi arriva in azienda. Ecco, questa roba qui è proprio la fiamma che ci fa andare avanti ogni giorno. Quindi che cosa faremo nella fattispecie non lo so, ma sicuramente continueremo su questa strada e probabilmente tra due anni ci troviamo che stiamo facendo delle cose chissà cosa, no? Aspetto anch'io di essere colpito. 大理石という素材への深い愛情とリスペクトを受け継ぎながらもデザインの新たな可能性を探り続けるサルバトーリ。伝統の重みと革新の強みが類いまれなプロダクトの魅力につながっているのでしょうね。インテリアが素敵なプライベートレジデンス、今回は東京の住宅街に立つこちら。まず目を引くのは来客たちに強い印象を残すというこだわりの照明器具や高音質のスピーカーと中庭の眺めを楽しめる埋め込み式テレビを備えたリビングスペースです。この広々としたリビングの主役となっているのがデパドバの家具。このお宅のご主人がイタリアのショールームでコーディネートされているのを見て気に入られたセットそのままなのだそうです。とりわけこのソファーは包まれているような安心感があり、レザーの肌触りもすごく良くて大きな空間にいても落ち着くのだとか。そしてガラスのセンターテーブルはこのように4台を連結させて使用しています。四角いプーフと合わせてバランスと調和が取れており、まさに納得の組み合わせです。続いてリビングや中庭を見下ろす中2階に置かれているこちらのソファーはピエロ・リッソーニがデザインしたリビングディバーニのエクストラソフト。ご覧の通り360度どの方向からでも座れる機能的な構成となっており、座る方向で気分を変えることができるそう。本を読んだりパソコンを打ったり、あるいは家族と話をしたりペットと遊ぶなど、その時々の楽しみ方に対応できる機能満載なソファーとして重宝しているのだそうです。次はキッチンスペース。こちらのアイランド型キッチンと壁面のキャビネットはボッフィーのプロダクト。他の家具や雰囲気との調和も大切にしてご夫妻で選んだそうです。キッチンメーカーも数ある中でノルベルト・バンゲンのデザインによるこの K14 は使い勝手に加えてデザインもすごく良く、イタリアでこれを見た瞬間にご夫妻でこれがいいねという話になったのだとか。そしてこのモデルを選んだ後、使用する石の触り心地にもこだわったり、キッチンの中をどうするかなどディテールについては奥様がリードしてメーカーやコーディネーターと何度も話をして、実際に自分たちがどういう風に使っていくかを重視するなど、かなり細かいレベルでカスタマイズしていったそうです。最後に
この建物をはじめ数多くの豪邸の設計を手掛けてきた建築家の森山義之に建築とインテリアの関係についてお聞きしました。こういう大きな家具たちって、やっぱりこういう天井の高い空間で大きな空間でっていうのを前提に作られていると思うんですよ、もともとが。逆に家具から入っても、こういう家具を使いたいんだっていうところから入ったとしても、じゃあそれに合わせてこういう空間を用意するっていう方向性もあるんですよね。イタリアの家具って前提が重たい空間の中でデザインされていると思うんですよ。こういう家具に合わせるための素材というか、具体的には本当に分厚い石を使うとか、一つ一つ素材感のあって力があるもので作ってっていうのをやってるんですよね。だから割とこういうイタリアの家具にすっきり合うというか、そういう感じになっていると思います。ストックホルムファニチャーフェア2023に出展していたデンマークのインテリアブランドアビーロ。スカンジナビアデザインの伝統を強く意識しているというプロダクトは、日常の生活に馴染むようなシンプルかつミニマルなデザインですが、実は日本とスカンジナビアのデザインを融合したスタイル、ジャパンディを意識しているのだそうです。こちらのラウンジチェアオリゴは、ラテン語で始まりを意味するブランドにとっての記念すべき第1号のプロダクト。有機的な曲線からなるフォルムと軽やかな構造が特徴で、シートにはデンマークの名門ファブリックブランドクバドラの最高品質のテキスタイルが採用されており、デンマークの家具職人の手仕事で作り上げられています。It's very important for us that, that the design is sustainable, not only the materials, but also the aesthetics. So a chair can be relevant today and hopefully in 50 years from now, so it can last for generations. And I think in Japan, we have, even though we are so far apart physically, we have many of the same design qualities with minimalism and really, really good handwork. The craftsmanship is extremely important also for the sustainability, that products can last for a long, long time. I think we share that design philosophy, and I think that's also why now there's a term called Japandi, which is a mixture of Japanese and Scandinavian design. So those two kind of blend in together, and I think we share a lot of philosophies on design.日本のデザインやものづくりに非常に強い関心があるというビル・フランス。こちらのプロダクトモスは、静かな森林の風景からインスピレーションを得たという花瓶。自然の淡い色彩を日常生活に取り入れるためのデザインで、ポルトガルの陶磁器職人によるハンドメイドなのだそうです。こちらのオニスムは、円盤を重ねたような個性的なデザインの照明。ディフューザーによる柔らかく優しい光が特徴ですが、こちらもプロダクトのクオリティと完成度にこだわるために、職人たちによる手仕事で作られているのだそうです。このようにデザインだけでなく、素材のクオリティや職人の手仕事にこだわるアビーロのプロダクトですが、そこにもスカンジナビアと日本との共通点があるのだそうです。For me, it's mostly the craftsmanship and Japanese woodworking, mostly. Because you take so much pride in doing it right the first time, or not cutting corners. It has to be perfect. It takes long time, but it has to be perfect. And that's really a philosophy I agree with. So even though it can be hard to make something, we have to continue until we get the right product. We don't stop before it's absolutely perfect. And that's really something about the Japanese culture that I find really interesting, and I share the same ideas. 様々な要素において、
高い親和性のある日本とスカンジナビアのインテリアデザイン、その融合であるジャパンディスタイルを意識するブランドやデザイナーが生み出す新たなプロダクトから今後も目が離せませんね。モローゾ、個性豊かで芸術性の高いプロダクトを生み出す1952年創立のイタリアのインテリアブランドです。世界各国の著名デザイナーたちによるユニークなデザインと職人的なものづくりへの徹底的なこだわりを見事に融合させたプロダクトを展開し、特にデザイン性の高いソファーやチェアの世界的なリーディングブランドとしての地位を確立しています。そんなモローゾを代表するプロダクトがこちらのデュー。インテリアデザインからグラフィックデザインまで幅広い分野で活躍する佐藤大樹が率いるデザインオフィス粘土のデザインです。梅雨を意味する作品名の通り、水滴のように丸いフォルムとそれを覆う網目状の革の帯は液体の表面張力の線を視覚的に表現したというもの。数学的なアプローチによって導き出されたという幾何学的な配列のデザインが表面的とも立体的とも取れるような特別な視覚的効果を生み出し、芸術的な美しさで空間にアクセントを生み出す作品です。そして現在特に人気を博しているのはこちらの護眼。世界各国のインテリアブランドと数々の名作を生み出し続けているスペイン人デザイナーパトリシア・ウルキオラのデザインです。川や湖の岸辺を保護する日本の護岸という言葉を作品名にしたというこのソファーは、自然の風や水によって丸みを帯びた石を丁寧に積み重ねたかのような彫刻的なフォルムのプロダクトです。その視覚的な柔らかさに加えて、座面や背もたれも体が自然にフィットするような角度に計算されており、機能性に対するデザイナーの強いこだわりも感じられるプロダクトです。モローゾが期待を寄せる新作がペップルラップル。実験的なデザインで世界を驚かせている現在注目のスウェーデンのデザインユニットフロントによるデザインです。自然に横たわっている岩石のようにどっしりとした存在感のフォルムと、思わず触れてみたくなる独特なファブリックの質感が印象的です。デザイナーが実際に森の中を散策して目にした岩石を 3D スキャンしてデザインのベースとし、さらに自然が人の心身の健康に与えるセラピー効果や、スウェーデンの自然環境が持つ文化的意義についてのリサーチまでして生み出したという特別な作品です。ワールドインテリアエクスプレスは動画配信でもご覧いただけます。詳しくはインテリアズのホームページで。次回の放送では日本ならではの革新的なものづくりを展開するバイインテリアズを特集します。どうぞお楽しみに。